はい、コツの趣味でようこそ。今回ねご紹介するフィギュアこちらになります。これはね日本の漫画とかアニメではないですね、はい。中国の小説、まあ、多分中国のライトノベルなんですかね、はい。そちらの、主人公、はい、そのフィギュアになります。一応ね軽く調べるとね、東部筆記っていうんですかね、はい。そちらの主人公超綺麗っていうんですかね、超綺麗っていうのか分かりませんけれども、はい、こちらね、はい、そちらの主人公のフィギュア、はい、スケールはね7分の1スケールということでね結構重いです、はい。でめちゃくちゃかっこよさそうなんでこちら思わず買っちゃいました、はい。ということなんでねこれを一気に開封して紹介していきたいと思います。ではね、早速こちら開封していきたいと思います。それにしてもね、箱がねかっこいいんですよね。まず青の箱押し、はい。で裏にはねこういう模様で裏側はね、まあ、海外の方の中国ですかね、はい、の製品なんでね、ここに日本語のステッカーですかね、はい、商品ステッカーが貼ってあります。ここに商標登録のシール、はい。ということでね開封していきましょう。ブリスターの状態までね持っていきたいと思います。はい、ブリスターの状態ですね。こういう感じでねところどころに緩衝材が挟まってるんでね、そこら辺はすごく気使われていると思います、はい。で同梱しているのが説明書ですね、まあ、これを見ても分かる通り中国のフィギュアですね、はい。まあ説明書といってもね取り付け方は複雑ではありませんのでね見なくても大丈夫だと思います、はい。では早速ね組み立てて現物見たいと思います。組み立て途中なんですけれども、これはねここなんですけれどもキャップがねついてるんですよ、はい。このキャップを外してここの穴にエフェクトを差し込むと、はい、こういったね細かい部分までかなりね、几帳面に梱包されてましたね、はい、はい。組み立て終わりました。ではね見ていきましょう。下から上に行きます。もうすでにこの時点でねもうすっごい作りが半端ない。いや超絶イケメンすっごいかっこいいな。すんばらしいねこれね。超綺麗っつうのが超綺麗っていうのかね未だにまだ分かりませんが、すっごいな。主人公っていう感じの主人公でね、私がこのフィギュアを
かっこいいと思ってね購入するきっかけがね、まあ前から言ってます通りこのねフードフードついてるのが好きなんですよ。はい。でこの武器ですかね、これ多分日本じゃないんで刀ではないんですよ、日本刀ではないんですけれども武骨な刀状の武器、はい、これはね一応名前がついてまして黒い金の古い刀って書くらしいんですよね、はい、なのでこれは何て読むんだろう、黒金古刀っていうのかな、黒金古刀、いろんな呼び方あると思うんですけれどもね、うん、ちゃんとした名前があります、はい、で何よりも自分がねもう心惹かれたのが実はこの下のこれです。これね一見すると犬か狼って感じするじゃないですか。自分てっきり狼だと思ったんですけれども自分狼好きなんですよね。まあアカウントの画像を見れば分かる通り狼をアカウントを画像に登録してるんですよね。でも実際これは犬でも狼でもなく空想上の生物キリンです。はい、いやーまさかねまあそれは分かっての購入だったんでね、うん、それはちゃんと調べて、あ、狼じゃなくキリンなんだって思ってね、でもそれでもかっこいいなと思ってもこれは即買いしちゃいましたね。はい、いやーこれは造形が半端ないね。もうね下から順にこうクリアなっていってんですよね、うん、もうグラデーションもさもうほんとねすごいね。これもね黒からこう明るくなっていく感じとか、あと何よりもねこのブーツがすっごい細かく再現されてるんだよね。紐までこう本物みたいにこだわり感じますねここら辺ね。で下のジオラマ部分ひび割れた大地に立っている感じ、これもすっごいよくできてる。キリンの顔がすごいね、竜みたい。うわすっげえ。でズボンはねこういう感じでちゃんとシワの表現もされていて、でマットな感じですね色はね。ここのねレザー感がすごいんだよね。めっちゃ本物のレザーみたいな感じになってる。いやすっごい再現度。でベルトのねこうバックル部分かな、これもすっごい細かくできてんだよねベルトも。でこの上のねこの T シャツからも見えるこのシックスパッド、すごいね、ちょっとこう風でたなびいてんのかこうね、うん、すっごい筋肉美感じるね。でこのたなびく洋服のねパーカーですかね、うん、やはりねやっぱこの刀がねすんごい造形が細かくできてるんですよ。持ち手の部分のこの柄とかねこういう金具部分っていうんですかね、すっごい細かいのに再現されてるね。いやほんとね大葉の刀みたいなね、うん、
そしてね、この顔めっちゃイケメン、主人公って感じ。いや、素晴らしい。はい、ということでね、今回このフィギュアめちゃくちゃかっこよかったです。大きさもね結構あるんで、7分の1なんでね、いやこれはかっこいいわ。うん、ということでね、最後はいつも通り回転台座にてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。消せないまま心の鉛が積み重なる。どれだ